今日の御言葉を開きます。新約聖書のローマ書6章1節より11節まで読みます。声出してどうぞ。ではどういうことになるのか。恵みが増すようにと罪の中にとどまるべきだろうか。決してそうではない。罪に対して死んだ私たちがどうしてなおも罪の中に生きることができるでしょう。それともあなた方は知らないのですか。キリストイエスに結ばれてパレルためにパプテスマを受けた私たちが皆またその死に預かるためにパプテスマを受けたこと、私たちはパプテスマによってキリストと共に葬られその死に預かるものとなりました。それはキリストが御父の栄光によって死者の中から復活させられたように私たちも新しい命に生きるためなのです。もし私たちがキリストと一体となってその死の姿にあやかるならばその復活の姿にもあやかれるでしょう。私たちの古い自分がキリストと共に十字架につけられたのは罪に支配された体が滅ぼされもはや罪の奴隷にならないためであると知ってます。死んだ者は罪から解放されてます。私たちはキリストと共に死んだのならキリストと共に生きることにもなると信じます。そして死者の中から復活させられたキリストはもはや死ぬことはないと知ってます。死はもはやキリストを支配しません。キリストが死なれたのはただ一度罪に対して死なれたのであり、生きておられるのは神に対して生きておられるのです。このようにあなた方も自分は罪に対して死んでいるのか、キリストイエスに結ばれて神に対して生きているのだと考えなさい。アーメン。万軍の主なる神様、天下宇宙万物よりもっともっと尊い一人一人の命を永遠に永遠に救って神の御国に立ち返らせるために、主イエスは私たちの罪を背負い十字架で死なれお墓に葬られました。しかし主ご自身には罪がないのでお墓の力を打ち砕き罪の結果である死から離れて復活をなさいました。そして私たち罪人たちの救い主となり、私たちも皆を信じて罪作りの人生を共に葬れば、あとは復活の道を主に従って生きることができるようになったことを信じる信仰によって一人一人がイエスを受け入れ今日この場におります。子供たちの信仰の選択がいかに素晴らしくあるか、主は今日も聖霊によって一人一人を助け復活の主に従うこの道に対する望みと確信を絶対的に満たしてくださり、世を生きる間に闇の中で右も左も分からないまま生きている多くの人々に光を照らせるような生き方ができますよう祝福してください。そして今日皆によって語られる真理の言葉を明確に悟り、未だに主の皆を知らない主の皆を呼びながらも無知の中を生きる人々に光のような真理の言葉を明確に伝えることができる知識も力も、そして確信に満ちた信仰も与えてください。イエスキリストの尊き皆でお祈り申し上げます。アーメン。ハレルヤ。今日のテーマはみんな一緒にパプテスマと病気の癒しのとの相関関係、パプテスマと病気の癒しがどんな関係にあるのかをお互いに皆さんが正しく知る必要があります。皆さんも今まで見て
一体感じてきたことがあるはずなんですが、このパプテスマを受けてからも、そのパプテスマを受けた人にふさわしい信仰生活ができないまま、それはただ儀式として、まあ、教会でやってる儀式だから自分も受けようかと、こういう感覚で受けて、それ以上のレベルに成長できないまま生きるクリスチャンがいます。しかし実際にこのパプテスマは、一度罪人として生まれた人の運命を変えられる出来事なの。それで正しく信じれば、罪人の領域でサタンの支配下にあった人が、そこから霊魂肉が離れて神の子供として、神の約束の中、神の聖霊が働く領域の中に移されることなの。移されることで、それはすごいぐらい祝福なの。すごい祝福であり、神のその不思議な、すべての世界を作り永遠に収められる、その不思議な奇跡を簡単に行うことができる神の力の中に入れてもらって、そこで生きることなの。そうなるのがパプテスマの正しい意味であり、それを受ける目的であります。信じますか？ですからパプテスマは意味を知ってから、パプテスマに対する正しい意味と、何で受けるのかという目的をが分かってから、これを受けると、皆さんの運命がその瞬間、運命の方向が変わる。実際に、そして奇跡が伴う生活に、生き方に生まれ変わりができます。なんと素晴らしいことなんでしょう。松田は恵み姉妹が今ここに、先週の月曜日にパプテスマを受けるときに現場に初めて来て、そこでイエスの話を最終的に認めて、イエス様を受け入れて、神の娘に、子供に生まれ変わるための、神の掟である水のパプテスマを受けるために、わずか何十分も経ったない、皆さんが準備をしている間に、わずか10分前後ぐらい、イエスの話をして、彼女が心を決めました。イエス様も受け入れて、今日ここでパプテスマを受けますと。それが、見た目では何でもない。みんな、今準備をしてるのに、牧師はなんで話がないの、サモンに言われたの。そしたら、今伝道してると。伝道してると言ったら、あ、そう。もし伝道じゃなければもう。だから人の目には、肉の目には、ただのおしゃべりみたいな。今、早く急がないといけないのに。しかもこれが、一人の人間の運命を決定的にどちらへ行くかを決めつける想像ができない瞬間だったんです。もちろんそれまでには木村氏たちが彼女のために取りなして祈りながらしきりに福音を伝えたはずなの。本人は当時そこに来るまで迷いが全然なかったわけじゃない。最終的にも迷いはあったんですよ。でも決断が必要だと言って、彼女はどちらかというとやっぱり信じた方がいいという結論に至って、イエス様を受け入れました。イエス様を受け入れる祈り、受け入れる祈りをしてあげて、それから私たちは川に向かいました。今日中心少々受け取った皆さんが順番通りにパプテスマを受けました。パプテスマを受けてから川から出てテントの方に向かっている時にも声が聞こえてきました。
パプテファに向かっているときに体調が手にまでしてると、うん、手にまで体調がんにかかっててそれが手にまでしてるとそれはどれぐらいひどいのか分かんないでしょ。皆さんは分かんないね。でも本人はもう痛みを覚えるほど大変今大変苦しいです。転移までするしたってことはすごい進んでると進んでる。彼女が病院に通ったでしょ。病院に通ったでしょ。現代医学でその瞬間まで彼女が通ってた病院では彼女の体調がその痛みを癒してもらえなかったの。しかしイエス様の前に来てイエス様を受け入れてパプテ様に向かっていたら体調がんの痛みがスーッと消えちゃってしまう。本人が言うまでは誰も知らない話。本人と神様との個人的なやり取りの中でわずか30分くらいの間で彼女の運命が変えられたの。その現場に来てから約31時間も経たないでしょ。その間で彼女の運命が方向がもう変わったんです。ハレルヤ。知らないから世の人が求めない。もし知るようになればやめなさいと妨害されても求めざるを得ない話で、アーメンです。本人がどれくらい喜んだのか分かりませんが、これは言葉では言い表せない気分だ、気分感情になったはずなんです。不思議で理解ができないから、理解ができないことが自分に起きてるわけに。癌というものは人を死に向かわせるの。癌は人を倒すまで働くやつなの。これがある瞬間致命的にイエスの前に来たときにイエスの聖霊の不思議な力に圧倒されて降参したはずなの。癌の痛みはそう簡単に取れるものじゃありませんよ。根本的に癒されない限り痛み止めなんか打ったり飲んだり注射打ったり薬の飲まされたりしてもすぐまた痛くない、すぐ痛い、悪循環繰り返してさらに悪化するだけなの。皆さん、主の聖霊の力が彼女に照らしの技として味見として、神がイエス様がどなただろうかを味見させるために照らしの段階で彼女はまだイエス様よく分かんないのに、よく分かってないのに、ただ信仰告白だけでも癒しの技を働かれた。ハレルヤ。イエスを信じるということは一度生まれた罪人の人生をやめて作り主に立ち返る、これがイエスを信じることなの。それまでの不信が罪です。それを悔い改めてイエス様に立ち返る、悔い改める人生よ、生き方を、これはイエス様に立ち返る時にまず求められることなの。罪を持ったままにいるといろいろと呪いの鎖に縛られてしまうが、罪を悔い改めて神に立ち返ったらそこから解放されます。解放。パプテスマは神に立ち返る信仰告白をした者に命じる神の掟がパプテスマなの。それは生まれ変わる過程において守るべき掟なの。神の命令なんです。だから罪から離れて罪人の人生、死に至る人生は水の中にも葬ってお葬式をして、そんな人生は自分にないように葬式して埋めてしまうの、水の中に。アーメンです。
そこから出てくるときには復活の主に従う神の子供として出てくることだ。復活の主は切り傷も打ち傷も全てきれいに癒されたから、ただ永遠なる命の復活の力だけに満たされて自らいやお墓から出てきました。アメン。その復活の主に従うパプテスマを本気で正しく受けるととなる、狂気から死から呪いから縛りから出てくることなの。それで全てが癒された復活の主イエス様のように生きることなんですよ。分かりやすければ。だからパプテス様はこの世に生まれてきて得た全ての呪い、痛み、苦しみを全部お墓の中に、水の中に葬ってから、そこから自由になって出てくることが、そうなるように命じられた掟が水のパプテスマなの。ただ意味が分かってその通りにすれば、主が本当にその通りに働いて、彼女が人生最大の病院にも解決してもらえなかった病気を主がある瞬間にきれいに癒してくださる。主の約束は実現したじゃありません。これ考えれば考えると素晴らしいことなの。本人は俺緊密すればする、頭では理解できないことが自分にも自分の人生に起きてますよ。違いますか。この世にあるものばっかり頼っている人々の人生がいかに危なく儚いものであるかを我々は本当にこういう時たびに知るべきですよ。そしてイエスの皆が自分に救い主として入っているということ、聖霊の力が求めればいつでも対応していただけるような約束の中で生きることがいかに素晴らしく安全で心強くて幸いなことであるかを信じるべきです。ハレルヤ。アーメンできますか。信仰生活、神と人との間において全てを絞ると、ただ一つが問題になるの、罪というものが。それは自分なりに生きることなの。自分なりに生きる、なんで作り主であり主権的な統治者である神様がおられるのに、作られたくせに自分勝手に生きるとどうなる。これは自分勝手に来たところに行くとどうなる。捨てられるの。分かりますか。簡単な話ですよ。でも作られた目的通りに指示通りに動いていつもそこにいると、これは今朝もネネがこれ拭いてくれたはずなの。きれいに拭いてくれたり保存してくれるの、大事に使ってくれる。そうではありませんか。でも勝手に歩き回ったら、これ何度かは連れ戻るんだけども、常に勝手に歩き回ってここに使いたい時にいなくなれば、これ捨てられます。人は神の前でそんな存在であることを知るべきですよ。神を知るべきですよ。アメン。神の言葉を知るべきです。パプテスマが何であるかを知るべきだ。パプテスマを正しく受けるとどうなりますよ。霊的に解放されます。魂根的に解放されて喜びにあふれ幸せになります。肉も解放されて病気から癒されます。アーメンです。霊はサタンから解放されて神の子になります。霊的にも根的にも肉的にも物質的にまで全て生きる環境まで。皆さん、エジプトなどは昔神の民が気流者になっていたときに、ナイル川流域はどうだった。穀倉地だった。穀倉地、食べ物がたくさんありました。ですからイスラエル民族が飢饉に襲われて食べ物がないときに、主がヨセフを先に使わして75人のイスラエル民族を先そこに、穀倉地のある国に導き入れて、そこで食べさせたんです。しかし、神の栄光が離れた
神の計画の外に外されたエジプトは、まことの神を信じない彼らはついには今どうなってるの？砂漠のようになってる。わかりました？こういう土地の畑の産物も畑のその質までも全部神様が祝福するところもあればしないところもあります。今のイラクのバビロン、バグダッド、あれはすごい、あそこも進んで、今日の敵の言ったらもう日本のように、日本でも東京のように文化が発達していて光り輝く都市でした。今は砂漠です。しかしあのイスラエルはどうなりましたか？同じ砂漠でも豊かなものが取れるんです。信じますか？韓国はどうですか？韓国はすごい貧困だったの。戦争が終わって1年働いて借り入れたものを冬の間に食べて、 春先まで食べると、あとはまた借り入れができるまで食べ物がない。ただ山菜とかこういうものを取ってきて、おかゆ作って食べたり。私が小学校の時まで田舎でもそういうのがあった。だから今はね、食べ物があふれるの。今は生活が豊かで、20坪などは庶民が生きる住宅なの。20坪、25坪などは日本でいうと70平米、80平米、こんなものは庶民の住宅なの。なんで豊かになるの？神に対する信仰が熱くなって正しくなれば、霊魂、肉だけあうで生活環境まで全てが豊かになるの。これ神の約束なんですよ。だからバプテスマは罪作りの罪人の生活をもうやめます。罪をやめることは罪によって発生する痛み、苦しみ、呪いを共に葬ることなの。罪を葬ることは罪の結果も葬ることなの。痛み、苦しみ、病気は罪の結果なの。だから罪を葬ったら悔やめて、痛み、苦しみも共になくなるんだって意味。雨です。だからバプテスマを正しく受けるとどうなる？病気が癒せるのはもう相関関係になるの。正しいバプテスマを受ければ病気などが癒されるのはこれ比例的にもうそう決まってるの。共に起きる現象ですよ。話は分かりました？バプテスマをどのような信仰で受けたかによって病気が癒されるか癒されないか、どこまで癒されるか、相関関係があるの。もう直結してる、直結。ハレルヤ。ただの水の浴びる儀式じゃありませんよ。運命の方向が立ち直って、実際にと痛み取れたら何ともないの。大したことじゃない。今大変なこと起きてるの。道を歩きながらも、私イエス様を信じて嫌だったんだ、主に感謝しながらこの喜びをどういうふうに返せばいいか、神様に祈り求めながら守り続けないといけないの。絶対これを忘れたらもう運命の方向がまた変わるの。絶対忘れたらないし、皆さんこれを見たならば、いや見てなくても信じるべきなの。去年から今回受けたバプテスマの場所は去年から初めて我々が使う場所なの。
去年ここに向かうときに現地に到着して駐車場に着いたら雨がジャーザー降ってきました。その時にサモニーがいきなり、あ、誰かこのパプテスマの目的が分からないまま陸役からそれをおいしく食べようとか遊ぼうとか、こういう目的が違う人がきっと一緒に来てるはずだと聞いた時に、まさにその通りだと直感的に感じて、だからみんなに悔やために乗りをさせるべきだと。皆さん去年一体とは車の中で30分間祈ったでしょう。悔やめて11時半から12時になるまで、12時5分前まで。そしたらザーザー降ってた雨が止んで近いになったら光が出てきたでしょう。アーメンです。もう神がこう見てるから、こうこの中を見ておられるから、常にそれから車から降りて荷物を運んだりしてテント張ったり準備をしましたね。そしたらまた雨がザーザー降ってきました。二度目です。一度目はパプテスマにみんな行ってるのに目的が違うから、それをその罪を悔やたに導くために主が技を行ったんです。アメンです。二回目は何ですか。罪を悔やたのに、まだ信じない人がいるって、目的は違うで、信じない人が神を、信じない人がいるから、信じない人に奇跡を見せたい、神様がおられること見せつけて神の栄光を表すために雨が降ってきます。皆さんも祈ったはずだし、私も降る雨に、雨がザーザー降ってる、本当にそれを見るときにはどうなる、もうやめたくなるでしょ。こんな雨の中で何ができるんだと陸の思いで話したら、しかしいつもの神の約束を信頼してこうやって祈りながら手をかざしたら、この先の空の雲が割れて雨が止むように、こうやって祈ったの。祈る時に何をイメージして祈ったのか、モーセの祈りで紅海の海が真っ二つに分けられた。それをイメージしながらちょっとそうなるように祈ったら、その通りになりまして、雨は神のビアだよって止みました。初めて行った場所で神様がパプテスマに何しに来たのか、ここに目的は分からない、目的は間違ってる人にを警告して雨を降らしたり、また神の存在すら信じない人がそこにいたから、神様は奇跡を伴わせてよかった。そのパプテスマの現場、パプテスマを受ける意味がそれだけ意味が大きいの。アーメンです。今年はそういう自然界を動かす奇跡ではなくて、初めてイエスの御名にを信じてパプテスマを向かう町田はめぐみさんの病院でも癒してもらえない、転移までしたった体調が、これを癒していただく奇跡を神様は許されたの。本当に我々は心を熱くして神様を賛美すべきだし、祈るべきだし、信仰生活をする意味が分かって自ら進んで最善を尽くすべきなの。他のことを得るために、世にあるものを得るために最善を尽くせば人生半ばで疲れてしまいますよ。でも神とその約束を求めて最善を尽くせば、年を乗り越えて健康に生きることができます。ハレルヤ。信じますか。罪がもたらす死を、それで罪がもたらす死の産物である、罪の産物である痛み苦しみ呪いから我々を解放させて自由にしておられる。これはパプテスマを受ける意味なの。
バプテスマは罪から離れて聖なる神の神聖に預かることなの。神の領域に入ることなの。そうすれば全てが根本的に永遠に変わります。アーメンです。創世記17章の十節以下で神がアブラハムに命じます。あなたの家から生まれる人が異邦人であろうともあんたの子孫であろうとも関係なく、男が生まれたら全部生まれて8日目に割礼を施しなさい。これは何を意味するか。一度世に生まれて汚れた罪を切り捨てて神のものになるために、聖なるものになるための神の掟なの。守るべき。アーメンですか。新約に来ましてはこれがバプテスマに変わりました。神を信じる人は神を信じると信仰告白が来たから終わったじゃありませんよ。あとは実際に神の子を信じる信仰告白は子になる資格を得る瞬間なの。あとは罪から離れるいろんな生活をしないといけないの。その罪から離れる掟の一つが水のバプテスマ。アーメンです。水のバプテスマを受けるんだけども、これは言葉を守る、儀式を守る行いですよ。でもバプテスマを受けてから全部聖なるものになってますか。また罪を犯すでしょ。だからまだ犯す罪を悟してもらったり、悔い改めに導いてもらったり、罪から離れた生活ができるように助けてもらうために聖霊のバプテスマも受けるべきだと主が段階的に教えてます。聖霊のバプテスマを受ける目的も生まれ変わりが目的なの。水のバプテスマも聖霊のバプテスマも罪から離れる生活ができるように生まれ変わりが目的なの。神の神聖に預かるのが目的ですよ。神の神聖に預かるようになるのが救いの完成なんです。救いの完成。ハレルヤ。アメン。誰でも罪を持ったまま神の顔を見るとどうなる。神に近づいたら死んでしまいます。アメン。だから罪人が罪を持ったままそれを悔やってもらえれば、限度を超えればどうなる。それによって自分が滅びますよ。アメンです。でもその罪を悔やってもらえばどうなります。神の領域に入れてもらって神の聖霊の働きの条件になる。罪の悔やってもらえば神の統治法則ですよ。信じますか。私が聖なるものだから、あなた方も聖なるものになりなさいと。ペテロ一の手紙、一章の中五六節にある。これは、レビ記にある、起きて、レビ記にある何、これは、律法を引用して教える会社なの。レビ記の律法、これ廃止すべきではありませんよ。律法を引用して新約で教えてます。神が聖なるものであるから、あなた方も聖なるものになりなさい。我々が神の子になるためには聖なる直性を持てる神の神聖に預かるべきなの。アーメンです。それがそのために我々が罪から離れる生活をするのが信仰生活なの。信じますか。神が神として皆さん個人個人を守ったり助けたり癒したり祝福したりするのに、一番最高の条件が何だ。自分なりに生きる罪を悔やためて神の言葉と心に従うために頑張ることなの。で、自分の力で足らないから聖霊の力を求めてそれを頑張れば、信仰が未熟な信仰からどんどん大人の成長した信仰に成長していきます。これが自分の神から力や祝福を受ける器をどんどん一回り二回り大きくしていく作業なんですよ。ハレルヤ。だから信仰生活はここまで適当にこういうふうに決めつけてやるのはこれは愚かな人なの。神から来る力や祝福を自らもういいですよ、これでいいですよ、これと一緒なんでいいですよ、とことんまでやることなの。とことんまでやれば、皆さんこの世でも死ぬ前に神から結果が与えられるの。それまでの信仰に対して報いが必ずあります。
世を去ってからはもう想像ができない祝福が待っています。アメン。だから信仰生活やそのものをパプテスマから始まるの。自分の信仰はイエスの皆を信じるようになるのは聖霊による告白、聖霊の照らしによる、聖霊の恵みの聖霊による助けによる、照らされてそれに反応することなの。だから本当は自分の信仰と言えないの。自分で探し出して信じようと思ったんじゃないの。照らされたからそれに、あ、そうかと思って気がついて信じるようになるだけなの。これは本当は自分の信仰はないの。ただで味見させてもらい、味見させてもらったらただで払わずに、そういう段階なの信仰告白は。アーメンです。聖書的に言うと、しかしその時にも神からの照らしだから、このように体調がもう癒されるような不思議な力が伴うの。問題はそれからが大事なの。それからが大事。ハレルヤ。それからどうなるんだ。一生懸命努力すべき、最善を尽くして努力すべきなの。コリント一の神十章に、10章の1から12までに、航海の海を通りながらパプテスマを受けたイスラエル民族が、その後罪からは離れなかったおかげで、その罪によって再び倒されたという警告があります。それを記録した目的は、世の終わりに生きる人々にその時の適合と思って鏡のように映しておれて警告するためだとあります。パプテスマを受けた人々が、私パプテスマを受けた中心者だから安心しちゃう傾向があります。これは再び倒れる恐れがあると。アメン。奇跡の中を通った人であってもまた罪にとどまっていると再び神によって倒されてしまうことを、旧約の適用と引用して新約で教えています。皆さん信じますか。パプテスマを受けるのは、神の言葉を守って生きることは絶対に嫌なことじゃないの。自分の命を懸けることがあっても、それを命を懸けて神に従った結果を受ける神からの祝福に比べたら、命を支えたとしてましても、それは大したものじゃないの。自分の命はこれだとすれば、この命をこっそり神様に捧げても、これによって神から受けるのを比べてみたら、比べ物にならないぐらいに、これは小さくて軽くて少ないもんなの。なんで、これを命を支えても神は永遠なる命をくださるから。分かりました話か。今回パプテスマを受けた人々が本当に真実な心で受けた姿も主が示された。本当に神の前にも何を命じてもその通りにします。こういう心でパプテスマを受けた真実な人がいると、主が見ておられる。人に見せつけるためじゃなくて、神様に遠見て認めてもらえるかという。いつも信仰は神との問題なんですよ。一目じゃなくて、だから神との関係において本当に真実になれば、不思議なことが、神の力はいつも我々を包んで、何かあれば助けてくださり、病気にかからないように守ってくださり、たとえかかってもまた癒してもくださる。神様にはこれがいざなさろうとすれば簡単ですよ。神が一言しちゃえばもう全てがその通りになる。百人隊長がそうだったでしょ。神学生たち、この間の聖書試験でね、それ書けてない人いるね。一言おっしゃれば治るのに、私の家まで、屋根の下までいらっしゃらなくてもいいの。なんでイエス様はそういう権威者なの。言葉で一言だけおっしゃっても全てがその通りになると
こういう信仰を持って一言だけお願いします。あるいはここに手を置いてポキ安心してください。そっと手を置けば後から必ず文句言うの。なんで私の時には強くポキが熱く強く手を押して心たっぷりで祈ってくれないで、人の場合はこうやって自分の場合はそっと手を置くだけで終わったのか。すぐ文句言う人がいるの。そういう文句言わないで、ポキがすれ違うだけでも裾に触るだけでも癒されると信じなさいよ。全部信仰の問題。アメンです。私たちの神イエス・キリストは世を作った神であり、死んで人のために死んで復活した神なの。それからは死を見ない方なんです。ハレルヤ。皆さんパプテスマを受ける人々の運命が死を見ない、滅びを見ない、病気にかかることなど見ない人生になるべきだという。それを主は約束してます。なのになんで世にいるクリスチャンたちはいろいろ縛られて痛めつけられて、うん、あえいでるんですか。疲れます。罪を離れないかな。罪を離れて神の領域に約束に入らないから、いろんな問題がまだ発生するの。なんでこういう問題が起きたか、徹底的に祈りながら罪を探し立てて悔い改めて神に立ち返ると、聖霊様が働きやすくなる。罪が なければ神が神として働きやすくなる。でも罪があれば、いくら罪を持ったまま主よ叫んでも主が答えることはできないの。これを持ってる限り、罪を持ってる限り、ハレルヤ。だから罪を離れて、罪を、うん、葬って神に立ち返るパプテ様はいかに意味が大きいのか。正しく受ければがんが治るじゃないの。信じますか。罪をやめて神に立ち返る復活する主に従う。これを正しくすれば罪の産物が全部逃げるの。病気はその人に入っていることはできないの。なんで。復活に移動したからよ。罪から復活に移動したから。だから治るのは当然ですよ。真実であればよ。アーメンです。パプテスマを受けるのは何よりも大事だけど、受けてからもこういうことを絶対忘れないで正しく生きると、皆さんのレベルが死に、罪に、痛み苦しみに、呪いに支配される人生じゃなくて、そこから上がって復活の人とともに傷があっても全部癒されたように生きるようになる。復活されて傷つけられて死んだイエス様はそれが全部癒されたから復活しました。アーメンです。痛み苦しみを持ったままじゃなくて、でもそこから出てきましたよ。全部癒されて、で永遠に朽ちない体でスーッと出てきましたよ。復活の時に我々がそれに預かるべきだ。そうすれば皆さんの生活のレベルが神の領域にアップされます。アップされます。これがパプテスマの意味だと悟りますか。病気や呪いなどが癒される、解決できる、当然でしょう。関係が深くあります。アメン。これからも罪を離れれば離れるほど皆さんがいろんな意味で神の力に満たされてレベルがどんどんアップされていくことを信じますように。主イエスの皆で祝福いたします。アメン。それではイエスを3回呼んで祈りましょう。イエスよ。